もやしてる気持ちがあって、はい、まだやれるのかやれないのか、はい、で引退決めた時はもう覚悟はしてたんでしょうけども、はい、今日ここで投げて、はい、みんなと選手と握手をして、はい、もうそして横浜高校横日本これ松坂大輔投手のこの T シャツなんですよね。あ、これで参加します。はい、この動画ご一緒にご覧ください。23年間のプロ生活の終止符、後輩の後輩もこうやって、ね、T シャツを着て、ね、ファイターズの選手ですが胴上げに参加しました。本当にいろんなファンも皆さんもそうです。あ、いろんなユニフォームありましたね。そういえばね、西武ライオンズになってからも長い歴史があるんですが、その中でこの背番号18番松坂大輔、なくてはならない一人です。改めてこの放送席の橋本さん、お疲れ様ありがとうですか。そうですね、本当にお疲れ様でしたと心から、はい、言いたいですね。そうですね、疲れたでしょう。はい